はい、2022年の開幕のシーズンです。私は実はですね、不覚にも2度目のコロナになってしまいました。恒例の順位予想をプーさんのお元気カレーのたけちゃんと一緒にやってみたいと思います。まずセリーグですけれども、1位はやっぱり総合力で、ジャイアンツを予想いたしました。2位は、村上くんであったり若手が台頭してきた、ヤクルトですよね。3位は本来は阪神の優勝もちょっと考えてたんですけれど、やっぱり矢野監督のシーズン前の退任のためにちょっとモチベーションの問題で、阪神は一応3位ということにいたしました。4位の、横浜までは正直優勝を争える位置にあるんじゃないかなというふうに思ってるんですけれど、期待してみたいと思います。そして5位の中日はやっぱり投手力はいいんですけれども、補強をあまりしなかったっていうのと、打つ方にちょっと心配があるのでですね、5位にいたしました。で、今年のがっかり数、6位の方は広島です。やっぱりその鈴木誠也が抜けた穴って非常に大きいと思うのでですね、ぜひ、2023年のシーズンは補強と若手の台頭、広島の方を目指してもらいたいと思います。一応こんな感じで、書いたんですけど、ちょっと見づらいと思うので、ちょっとこれはまた後で、編集したいと思います。それではセリーグは以上です。はい、そしてパリーグです。1位は昨年同様、一応楽天を予想してみたいと思います。今年はマー君がいいと、すごいことになるという感じで予想しております。2位はやっぱり、一応地元というか、愛着のある福岡ソフトバンクなんですけれども、やっぱりダントツで戦力とかはいいと思うんですけれども、藤本監督の起用方法はちょっといまいちまだわからないので、CS で日本シリーズの方を進出期待しております。3位4位は、予想ではオリックスとロッテ、まあロッテオリックス、オリックスロッテになるかわからないんですけれども、佐々木朗希の活躍具合によってはもうひょっとすると日本一になる可能性もあると思っています。5位6位はビッグボス、1年目は楽しく野球を把握していただいて、来年に向けて戦力の準備であったり、そういう時期だと思っております。最下位は、申し訳ないんですけれども、西武ライオンズ、ちょっと高年電化が進んでいるっていうのが一つネックになっております。それではパリーグも本当に楽しみな時期になってきていると思いますので、期待してみましょう。それではビッグボス。はい、一応セリーグパリーグ両方、予想してみました。しかしですね、去年のヤクルトオリックスのように当てるのは本当に困難だと思います。ペナントが終わった頃に、どんな感じになっているのか楽しみにしてみたいと思います。またですね、現在高校野球の方がかなり盛り上がってるんですけれども、個人的に地元の、日立名手、そして地元でもあり私の友人が、なんと先発で出ている、九州国際大学附属、期待してみたいと思います。それでは2022年の開幕と世界平和を韓国から祈っております。それではお疲れ様でーす。コロナにご注意ください。喉が痛いです。こんにちは、おげんカレータケちゃんでございます。2020年の、セリーグパリーグの順位予想をしてみたいと思いますけども、去年はですね、こういう感じでヤクルト1位っていうのは当ててしまったわけですけどね、ですね、2022年は、これですね、はい、1位阪神、2位中日、3位巨人、4位ヤクルト、5位 DeNA、6位広島ということですけども、阪神はもう2年連続、2位なんですね。矢野監督今年で辞めるということで、去年は佐藤君や大山君とかこう梅ちゃんとかね、最後に失速してこう悔しい思いをめちゃめちゃ持ってると思いますね。それを今年なんとかこう、やってくれるんじゃないかなと。2位中日、これは佐々木監督に変わったっていうのもあるし、ここはねピッチャーがすごくいいので、あとは打てばいいだけなんですよ。それをノリですね、中村ノリが変えてくれるんじゃないかなと。打つんじゃないか、打つとここ強いです。でヤクルトはね、優勝した次の年は4位なんですよ。これピッチャー奥川君とかね、高橋奎二君とかすごくいいんですけども、先発がいくら良くても中継ぎ以降が打たれてしまう。今年は延長12回までですからね、中継ぎ以降が2年連続を活躍するのは難しいんじゃないかなと思いまして、まあ奥川君や高橋君はすごくいいピッチングするとは思うんですけども、村上君、山田もすごくいいと思うんですけどね。2022年パリーグ順位予想ですけど、1位はロッテ、西武、オリックス、日本ハム、ソフトバンク、楽天になりました。この1位のロッテはですね、これは絶対来ます。なぜかと言いますと、ロッテっていうのは2年連続2位なんですね。それに井口監督が今まで4年してるんですけど、こういうことになってるんですよ。18年4割2分1厘、19年4割9分6厘、20年5割1分3厘、21年5割4分と、だん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 上がってきてるんですね、これね。今年は行きます。そして佐々木朗希が、良ければ13勝から15勝すればもう間違いなく
ロッテです。4位は日本ハム。ビッグボス効果で、最下位から4位まで上がるでしょう。若い人たちがこういろんな人にこう見られてるっていうのでね、やっぱりモチベーションがアップしますから。僕の気持ち的にはロッテ、そして阪神、これどちらとも2年連続2位なんですね。今年はもうなんとか優勝したいんだろうなと思うので、こういう結果になりました。